内藤氏、内藤氏、内藤氏、内藤氏は、日本の氏族。中世から近世まで栄えた、豪族、大名の一族。鎌倉時代に、源の頼朝に仕えた内藤森家が、先祖にあたるとされる。藤原氏秀里流の一族とされるが、前歴は、不明である。しかし、細河地主とされていることから、細川氏の直属の家臣であったと思われる。 英京三年1431年に丹波守護大である香西元助が罷免されると細川慶長屋の悲観である内藤新将が守護大に就任入国した内藤氏は船井軍屋儀に根拠を構えたことから内藤氏の丹波支配が始まるただし細川氏は両国支配政策として文軍守護大政を敷いていることから 内藤氏が丹波一国を支配していたかどうかは不明である。応仁元年1467年からの応仁の乱の際には、田島より出撃した山中田の将、大田垣氏と丹波諸号を従え、役ので交戦している。しかし、文明11年1479年にうち、藤本忠氏が細川悲観の一宮氏の年貢免除を認めなかったため、 細川家当主の細川正元が拉致される事件が起こり、文明十四年1482年守護代を罷免された。代わって守護代に就いたのは、上原賢也、元秀親子で丹波物のの皇族である。細川正元の信任扱った者の,の凶慢の振る舞いが多かったため、丹波諸皇族の怒りを買い、遠徳元年1489年11月に、 以伝の乱が起こった。明王2年、1493年、上原元秀が死亡、上原天家も明王4年、1495年に失脚し、内藤本忠氏が守護代にまた任した。その後、細川氏が、細川高国派と、細川春本派に分裂すると、内藤忠氏制は高国派の重心として、丹波勢を率い、三好これながら阿波勢と戦った。 これが、当時院の戦いである。なお、帝政の弟に、内藤岬世がおり、旧政の子、自中の代から小西を称した。この自中が、小西幸政であり、小西隆さんの父、小西幸長の祖父にあたる。しかし、永正十二年、1515 15年八条城を築いて、根拠とした旗の氏が次第に勢力を増大させ、旗の種道、 柳本賢治兄弟が大英7年、1527年に高国政権を倒すと、桂ツ原の戦い、内藤氏の勢力は後退する。天文2年、1533年に、旗野氏が内藤国貞を破って丹波を手中にすると、天文7年、1538年には、三好氏と結んだ旗野秀忠によって、八木城を陥落させられた。 天文二十二年、1553年、内藤国定は、三好長径と組旗の氏の八城城を攻めたが、公園に現れた、三好正勝、香西も隣に逆に自身の居城である、八木城を落とされ戦死してしまう。しかし、三好家の重臣であり、国定の娘婿であった、松永長より、内藤宗勝が、内藤家に入って、これを建て直し、旗の氏を下して、 丹波のほぼ全土を支配したが、三好長慶死後の a 六八年、1565年8月に赤井直政に敗れ戦死した。その後、内藤国貞の維持、内藤貞勝が家督を継ぎ、元気四年、1573年の足利義明と、織田信長の決戦の際、一族の内藤助安が丹波黒人の宇津頼重と共に、京都に出陣し、 織田信長と戦っている、牧刀の戦い。天正三年、1575年6月には、織田信長は、内藤氏や宇藤氏や伐の兵を挙げたが、同年10月の黒井城の戦いで今度は、明智光秀が赤井直政に敗れ、内藤氏の木城が落城したのは天正七年、1579年、であった。これにより、戦国大名内藤氏は滅亡した。 なお、内藤助ンは、松永長頼の子であり、キリスト教を信仰していた。彼は、豊臣秀吉に仕え、朝鮮出兵にも参戦、同族で一世代上に当たる小西幸長と共に、講和交渉に活躍している。後、加賀藩に仕えるも、キリスト教禁教令が発布された、1614年、マニラに追放され、1626年同地で死去した。 藤原氏秀里流の一族、諏王国に土着した。森貞、佐氏族の代に、大内氏に仕え、室町時代中期以降は、和津氏に代わって、長渡国の守護代を務めた。大内正弘に仕えた、広忍、大内義雄、大内義隆に仕えた、強制が著名である。強制は、大内義雄、義隆を補佐し、大内氏の最盛期を築き上げた。 また、娘を、大内義隆の側室とし、秋国人の当主、毛利隆元に嫁がせ、遠赤関係を強化している。東隆夫佐のクーデターである、大明寺の変では、強制は積極的に関与せず、大内義隆の除名要請も封殺した。その直後に、強制は美容し、着難、内藤隆史時は創生していたので、強制の死後、着孫である、 内藤隆史が家督を継承した。しかし、内藤家中は親、東春方派の隆史と共生の後なんで、親、毛利元成派の内藤隆春の対立が激化。隆史は、大内義長に従って、毛利氏に抵抗するも、長徳二勝山城で自害し、家督は隆春が継いだ。毛利輝元の母が内藤氏の出身であったため徴用されたが、その養子元姓が、 大阪の役で大阪城に入城したため、この元陳羅も共に切腹死亡を辛くした。以後は子孫がろくの長州藩主として存続した。三河の松平氏、徳川氏の家臣で、江戸時代に大名となった内藤氏は上日の端は、数王の内藤氏と同祖とされるが、この間、戦国期までの自責は明らかではなく、仮、王の可能性も強い。 戦国時代から安土桃山時代にかけて、内藤清長、内藤正重、内藤課長、内藤信成らが、徳川家康に仕え活躍し、その功績により、江戸幕府の成立後は、数日に分かれ、信濃高遠藩、道の区湯派生藩、三河衣藩、日向延岡藩、信濃岩村田藩,藩,藩、越後村上藩などの地で、不代大名として流盛した。明治新時には、 大名内藤家は全部で六家あり、維新後すべて死者区に列した。特に清正の系統は、高遠藩江戸屋敷のあった内藤新宿、現在の新宿区、内藤町の地にその名を残している。内藤の利清息子の内藤清成と、内藤忠正息子の内藤清成がいるが、後者は、品濃国高遠藩藩主となる前に、日立国、和佐国、下宇佐国で石を与えられていたり、 三男は、安房国安房勝山藩内、藤正勝であるなど、家の活動は、諸国の藩にまたがっている。内藤氏には、貝に土着した一派も存在する。代々武田氏に仕えたとされるが、内藤虎助が守護、武田信虎に粛清され、一時断絶した。貝の内藤氏は、工藤氏の系譜を引く一族として知られる。工藤氏は、鎌倉時代に、 海原寺に属した一族であり、戦国時代には、勝山紀によれば、永正五年、1508年に、軍内領主の小山田八太郎が、明田守武田信虎に反抗して敗れる。勝山紀によれば、この時、軍内小山田氏の一族、小山田平蔵と共に、工藤殿が、相模国の伊勢総憂、北条総運を頼って亡命しており、これが、 九道志望さ守るにあたるとも考えられている。九道志望佐守るのこと考えられている兄弟に、九道長戸守、内藤正秀正豊、九道雄長がいる。内藤正秀は、春信信玄に仕えた、不大過労衆、側近で、永六二年、1559年時点で、九道現在門上昇している。永六六年、 1563年頃から A613 年、1570年頃まで、死がの新事情、長野県松本市に在場をしており、武田市の信濃信仰や、越後国長尾市、上杉氏との河中島の戦いで活躍している。正秀は、A69 年、1566年頃から、西上の国州との取次を務めており、あさりのの公認として、元気元年、 1570年には、西上の美の阿城、群馬県高崎市三里町の城代となる。内藤政への改正はこの時点である可能性が指摘される。正秀は、信玄、勝頼の時代に、西上の国衆の至難と美の阿城支配を担い、天正三年、1575年5月21日の長篠の戦いにおいて討ち死にする。秀には、実がなく、 信濃国衆、星名正俊の三男、千次郎、内藤正月を養子に迎える。正秀の兄、長戸守は、美濃和城に在城して、城代代行を務めており、正秀の戦死後も美濃和城代代行の立場である、ことが確認される。天正七年、1579年に正月が、美濃和城代として赴任すると、これを補佐していたとみられ、天正九年。 1581年までの活動が確認される。その後の動向は不明で、武田三大軍旗によれば、武田氏滅亡後の徳川四部行の一人、工藤騎生、玄瑞再騎生と同人物とする説もある。なお、長戸守の娘は、朝比奈藤太郎の養子、新九郎の室となっている。武田氏滅亡後、内藤正月は、滝川一真、ついで、 北条氏直に降り、星名家の高東城奪還を支援している。正月の死後、後北条氏が、豊臣秀吉に滅ぼされると、内藤氏も、所領を失った。正月の子孫は、合図星名氏、後の合図松平氏に仕えた。藤原俊人の流れを組み、五福島館主演の家臣として、秋国太谷城を拠点として活動。後に、毛利氏に侵入し、 長州藩主として続いた。初流である内藤本久氏の子孫も明治維新を迎え、内藤俊太郎は小野田セメント創業者、葛西純八の娘梅と結婚している。相模国にも内藤姓を名乗った一族が存在し、相模内藤氏、この内藤氏も、秀里流を称するが定かではない。また、小田信長に仕えた内藤正介なる人物もおり、 こちらの羊は不明である。若さの武田氏の悲観にも内藤氏の一族が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。